ニラを刻んでおります。すごい上手、ニラ刻むの。本当だ。ニラ刻み屋さんになったらどう？ニラ刻み屋さんでお仕事を待ってます。ニラを刻むときに呼んでください。ニラ限定なんです。すごい上手、本当に上手なんだけど。私そんなにちっちゃいニラ見たことないもんだって。猫。羨ましいやつで。本当だよ、めんちゃんのスカートの中に入りやがって。回れよ。でも逆回転もしてみた。逆右左右左で。あ、惑わせるんだ。うん、惑わせて。そうしたと思ったか、バカめ、こっちだよ。逆回転だよ。こういうの苦手なんだよな。祭り。大型だからさ。大型は？大雑把。疲れた。マキロゼも大型だよ。知らない、そんなこと。釣り型とか関係ないしね。ああ、まあそうだね。でも今日ハートちゃんいたらもっとすごいことになってたかも。確かにハートちゃん。そうだよ。復帰したらハートちゃんアリバージョンでやろうよ。なんか闇鍋的なことになるかもね。そう、鍋やろう、鍋。怖い。材料持ち寄って。ガチ闇鍋になる。ハートちゃん何持ってくんだろう。タピオカとかかな。まだ可愛いタピオカ。そうだね。まだいいか。オンリーアップ。オンリーアップ？あれむずい？難しいね。あれ見てたんだけどさ。高所恐怖症にはきつい。あ、そうだよ、吹雪怖い。そう、めっちゃ怖かった。吹雪でも落ちるとき穏やかすぎてさ、びっくりした。しょうがない。でもさ、一回さ、その地点まで登れてるってことはさ、絶対登れるじゃん、自分。ってなっちゃわない？なっちゃわない。ならない？だからさ、マジ見てたの。見てて。マジちゃんぶち切れながらやるのが多分。キーボードクラッシャーになっちゃうから。でも私多分途中でやめると思うレベルで。泣きながらやめると思うな、まつりちゃん。もう無理！パーン！だってさ。つぼうじみたいなもんでさ、そう吹雪落ちるときに「あー」とか言いながらさ、穏やかに落ちてってさ、いやもう穏やかに落ちちゃうね。すごいなと思って。普通に切れるよね。ああいうの楽しいね。ド M なんだね。そういうわけじゃないけどさ、吹雪絶対ド M だって。いや違うね。辛いもの好きでしょ。そうかもしれない。いや辛いもの好きでさ、だってさ、自分のその操作テクニックっていうかさ、なんだか自分の実力みたいなのがすごい好きなんだよね。一人でやったアウトラストやってたもんね。あ、そうね、アウトラストね。いやー、ドリルだよ。怖いの好きで、辛いの好きで、落ちても穏やか。いや、やりたいなと思って。RT 練習してるから。何やるの？そう。さ、ペコラとかさ、ふぶきがやってたさ、のごみアップ。あー、あれね。地獄だよ。地獄だよ。気になる。